で、夫婦にどうやって交換してくんのっていうのが、書くか。ならこっちかな。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、相手の方とね、角換わりの将棋になりましたね。右四間飛車が得意って書いてたんですけど、まあ角換わりになってくる、なってきました。で、こっちが後手番だったはずなんで、まあ、じっくり受ける形になるのかなと思ってるんですが、まあそうですね、駒組みしながら、相手の陣形見ながら、駒組みしていって、まあ、できるだけ隙がないようにね、やっていこうと思うんですけども、まあ、そうっすね、なんかね、桂馬急戦見せるなら、多分、歩ついてくるとかかな。歩ついて、銀上がって、仕掛けてくんの?みたいな。ただ、それは成立してるのかどうかっていうとちょっと怪しいけど、このタイミングで端か、無視してもいいけどね。無視して中央進めるか。まあなんか気分なんですけど。なんか桂馬急戦見せられる前に 右玉組んどかんと、ちょっと嫌かなみたいな。ちょっと気分なんですけど。でもここまで来ると、なんか銀が動いて歩交換された時に端角ってここの歩取るみたいな、そういう筋があるんで、まあこれはついとこう。この金の形がポイントっすね。角飛び出した時に桂取りになるよっていうのが右 見えてるんで、まあこれは、端ついとこうっていう感じなんですけど、これは?まあ、ここついとくか。で、この形は、歩交換できないですね。なんか、歩交換したときに、飛車ここに回ってくる筋があるんで、これはできないですね。で、なので、できないんで、普通に銀は多分、こう行くんだろうな。こう行って歩、こう行ってのときは、一回やっとくか。地下鉄飛車なくなってるんで、これ玉がね、ここにいるんで、地下鉄でこう来る筋はなくなってる。ということで、玉一回寄っとこうって話ですね。まあ、歩ついた時に、なんかこう、角がこのラインで暴れてくる可能性あるし、ここに角打って、なんか、歩に角みたいな感じで、こう、角が玉に当たってくる可能性あったんで、ちょっと一回ね、玉、そのラインから避けとこうっていう感じですね。で、銀は多分ね、こうかな。こう行って歩、こう行って歩交換したときに角打てるから大丈夫やな。銀はやっぱりね、まあできるだけここじゃなくて、こう中央とかから行きたいんだが、これは?これ将来的に、この銀がいなくなったら、こう歩ついて桂飛んだときに銀がここに出てくるしか受けがなくなるよね。引く手がなくなるよね。これ、桂馬かな。桂馬跳ねて、歩に、飛車やろ?で、角打って、ここ行って、歩垂らしに横で、みたいな感じで、これあるから桂馬かな。で、これで歩交換してきたら、ちょっと罠にかかった形になるんですけど、さあ、どうなるかな。飛車捕獲できそうなルートになるんだけどな。歩に飛車、角打って、飛車桂両取りだからここ行くやろ?で、歩叩いて、横行って、で、飛車回り見せて次の歩成見せてやろ?だから、歩打ってくる可能性があって、で、桂跳ねて、角なって、みたいな感じだったかな?なんかそんな感じだった気がするんですけど。逆に角打ってきたらどうするんだったかな?ああ、打ってきたね。これは、金寄っときましょうか。で、夫婦に、どうやって交換してくんのっていうのが、角か。ならこっちかな。
なんか向かい飛車振り飛車の手筋みたいですよね。なんかこう角で飛車先交換してきたら飛車回っていやいや角動かさないっすよみたいな。これ歩で支えてきたらどうするんかな。まあ交換したのは意味ないよねってしとく。桂跳ねは歩飛車で取ってきて多分なんでもないから、うわ切ってきた。それはちょっと荒いんじゃない。いやそれはちょっと荒いんじゃないかな。マジか。でこれは桂取るか香取るか迷うけど、まあでも桂馬取っとくんかな。こういうのはね桂馬取っとくんでしょうね。いやマジか切ってきたか。まあ桂馬取っときますか。桂取ってなんか攻めやるかって言われたら怪しいよな。香取って二段目に飛車を下ろした方がいいのかな。飛車を下ろして別に相手角持ってるわけじゃないもんな。桂馬より二段目のこう取って飛車を下ろしての方がいいかな。7分。あ、香取るか。わからん。なんかもしかしたらゆっくり桂馬補充していけっていう風な方が良かったのかもしれんけど、ちょっと駒得よりスピードが大事なのかなと思って、でまあ一旦はって感じなんですけど、で下段飛車にしたからこう歩ついた時になんかね玉頭が薄くなりそうな感じしますよね。これは何なんやろ、これは何なんやろ。まあ次のなんか攻めを見せてるのかもしれないが、これはまあ一回こうするとスースーするでしょう。うん、桂打たざるはいいんよね。で飛車で取っとくか。ほー、なるほど。あー、このラインがね、一応馬が効いてるから、受けにくいんじゃろっていう感じなんですが、もうこれはでもどうしようかな。角打って受ける感じにするよりは、多分、歩取って、歩打たせて同金とかの方がいいかな。か、香打って、取らせて同銀。角打ちがあるんかな。角打ちあるかな。角をもう金銀と同じように守備駒にしちゃう可能性はあるけどね。角打って取られて同銀、歩打って下がる、金打ち込み、まあ取るか。桂馬は上げよう。で桂ぶち込み、ぶち込んで同銀同桂、同銀同歩で、微妙かな。どうなんだろうな、それがいい手なのかどうか。で銀もらったら次ここ引っ掛けれるか。桂馬渡すんやろ。で取って取って桂だけやったら大丈夫やと思うかな。桂渡すか。無視したらこの金取れるよっていう、まあこれは取っとこう。で取られるから取られて動力金桂やろ、まだ大丈夫と思います。次ここ俺強者打ちたいな。なんかここに攻め足したいけど、1234枚効いとるところに足してって大丈夫なんやろうかっていう。
この理由を活用したいよね。うん、2段目に引くのがいいのかな。2段目にするのがいいのかな。1段目がいいのかな。2段目ならなんかブッチして同金の時になんかここ玉の紐しかついてないよねみたいな感じにしたよね。2段目で使うのがいいかな。2段目入ってってなんか夫婦に歩とか打って、同金なら金が浮くやろ、で同玉ならなんか形が乱れるやろ。ここの引きが1個引くのよ、1個なくなるから、なんか飛車ブッチして同金に竜が入ってみたいな感じで寄りそうな感じもするよな。金、でもそれはここの歩を取ろうってことかな。香車打つか。いやでも別に大丈夫か、なんでもないね、なんでもないから竜入っときますか。一回捨てよう。なんか金で取られるよりはここの形乱しとった方がいいんじゃないっていう感じなんですが、で銀渡したらまずいのかな。なんか玉が不安定なんだよな。うん、馬がこのラインに効いてるのが邪魔っていうんだったらこうやって銀引く手とかもあるかもしれんけど、いやーどうだろうな、むずいね。なんかね、駒渡したくないんだよな。できれば歩とかで攻めたいんだけど、玉がなんか玉頭に逃げてきて嫌だ。この金が結構ね働きがいいような気がするんだよな。香車打つ、取って取って、歩金桂、いや分からんかった、分からんかった。これなんか何にせよこの馬がこのラインに効いてるのがちょっと気持ち悪いなと思って、一旦はなんか馬のライン二重に止めとこうっていう意味でやったんですけど、あーでこうなるとやっぱ玉に近いからね。で桂打ちとかが、いやでもこうなるとこうかな。この金は一応紐がついてるんでまあ大丈夫、玉が逃げても大丈夫。今度邪魔な金を置いてくれっていう、取って取っても大丈夫よね、この金はやっぱ大丈夫。うん、まあこれは一回寄っとくぐらいとか。でもこっちかな、でもこっちかな、ここで大丈夫そう。なんかうわ切ってきた、まあそれは取るしかないよね。まあこれはこっちかな。3分、まあ剥がしてくるのはしゃあないから、でもそれに関してはどうなんだろうか。なんかわざわざ金売ってくれたんだけど、そうっすね、どうなんだろうか。2分30秒。角渡して大丈夫なら角渡したいけど、角渡した瞬間になんかここ打たれて瞬間大丈夫か。桂もあるんよね。角渡して大丈夫ならいいんだけど、なんかアウトだったらアウト臭いし、まあでも勝負するかそれで。多分大丈夫やけどね。多分大丈夫ないけど、その多分でアウトの可能性もある。それはなんかね怪しいな。こうじゃない？
なんかね、玉こっち逃げていけるなと思って、角とか渡してもこっち逃げていけるなと思って、これは多分ねちょっと良くなった気がする。と思ったら、これはでもなんかどうなんだろうな、角もらった時にみたいな感じよね。いやわかんね、角渡した時に危ないのか。これは角渡して王手してなんか歩とか打った時に、歩は打てんけど、歩は打てんけど30秒。でも角渡しただけだったら大丈夫なんだったら、これは攻めたいけどな。切って切って攻めたいけど、でもう一回もう一回張り付いて、なんか銀とかあれば角打ってなんか合駒せないかんくって、なんか詰みみたいな感じはありそうなんだけど、多分この瞬間大丈夫やと思うんだよな。金捨て下がる、危ないな。金捨ては取らないかんかな。取って角打って下がって香車打たれて、まあこの辺なんかスルスル逃げとけば大丈夫そうなんやけどな。銀が効いとるから角がここになるみたいなことはできないはずで、この辺スルスル逃げても大丈夫そうで、逆にこっち側としては、あーなるほどね、一回ね、いやそうなると分からんくなった。まあでも3段目で竜が遊んどるってことを考えると、こういうのは一回は効かせるんだろうな。次は切って、ん？これ怪しいぞこれ。1分。ん？切って怪しくないかこれ。いやでも大丈夫か。角はまま渡しても大丈夫だとするんだら、いや、うん、待てよこれダメやなこれ。角渡しちゃダメやな。渡しちゃダメなんで、いやこれ切って切って時に金打って桂で剥がして剥がして金。あ、なんかある。なんかある。なんかある。30秒。いやでもこの時に駒がないんか。斜め駒とかないんか。やばい。これは負けにしたかもしれん。20秒。わからん。いやでも金打って同金同歩なる。同玉に。わからんくなった。いやこれやったな。これ参りました。次は頑張りましょう。途中まで良かったと思うんやけどね、ちょっとわからんかったんで感想戦やっていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね、角狩り右玉対まあ公式の戦いになりまして、やっぱ角切ったあたりはまあ俺の方が良いよねっていう感じでした。でここでそうよね、まあ1級竜とかは普通にまあ下段に効かすからいいよね。3段目とちょっと迷いましたけど、まあそれがいいよねっていう。でやっぱこう下段飛車利かして、ここで困ったんだよね。まあ桂馬よりもやっぱ8二香車とかの方がいいのか。8二香車ってここよね。後手番やから8二香車よね。でこれは次にこれなんか歩ついていこうってこと、歩ついてみたいな狙いがあるのかな。歩ついて銀なら香車取れそう。同歩次、ああなるほどね、次歩で桂馬使っていこうってことか。まあ確かに銀は浮きそう。これ銀避けると8七歩、玉がどっか行かないかんくなるとここが浮くのか。なるほど、こうね。そうか、香車をここに打って、まあこれね、玉をこう多分斜め下に逃げる含みも、逃げる変化も
用意しながらのこう2打目なんでしょうね。はい、で61手目はですね、やっぱ84系の方が良かったみたいですね。あの84系って控えて打つことによってこの銀を歩で取ろうという、あの銀桂交換じゃなくて歩で取ろうっていうのが多分これのいいところですね。ちょっと2手かかるんだけど、まあ駒渡さない方がいいよねっていうことですよね。これ取られても多分同玉かな、金なんだ。まあ確かに横がスカスカになっても馬だけじゃきついから、まあこの形はなんか金で上がってった方がいいんでしょうね。この馬のラインがこの辺に効いてるんで、玉をそのラインに近づけない方がいいんだろうな、安全なんだろうな。はい、でちょっとね52手目が個人的に気になってるんですが、ブッチしてきたんで今回ね結構荒い変化になったんですけど、この歩って収めてきた時にどうするんだろうって思って、ここはね多分5五歩みたいですね。5五歩でこれ取ったら4七角打てばここに角馬ができて、で桂馬取れそうだよ、飛車とか桂王とか拾えそうだよっていう、まあ、馬の力で頑張っていこうっていう手があるみたいですね。なのでこの歩を取れないってなると、まあ、こっち引いても多分同じよね。こっち引いたら今度多分こっちに角打ちがあるからと思ったら、そうじゃない、2七歩、ここなぜここ、これ取るとここに角打ちかな。あで飛車引いて馬ここにできて桂馬どうすんのっていう、ああ先手先手で馬作っとんか。このタイミングでこう打っちゃうと出番が相手なのか。まあでもこれでも結局受けざるを得ないけどどうなんだろうか。まあ、2五歩5五歩4七銀、まあ100点ぐらいの微差なのか。いやでも変わってないね。2七歩避けられた時にちょっとめんどくさいよな。でも避けられたら、あそっか、避けたら今度はこう角の支えをなくそうっていう。で4六角いって桂馬さばけたし歩得したよね。あーなるほど、こっちの方がいいのか。確かにこう飛車先が軽くてすごくいいな。で飛車狙ってってどうなのっていう、確かにね、3八3七角7 3七、まあこうなってと金作っとくとか、まあと金よりはこっちの方がいいのか。香車得できそうって感じの方がいいのか。でこうやってこうやってみたいな、まあこれは明確にこっち良さそう。まあ、ということで、もう一回復習すると、まあ、飛車先を隠れて取ってきたら、まあ、飛車回るで今回はブッチしてきたけど、2五歩で支えてきたら、まあ今度は俺の手番になったから駒の偏りもあるし、5五歩でこっち引いたら、まあ歩叩いて角打ってみたいな感じあるし、取ってきたらまあやっぱ角打ちがあるし、ということで下がるんだけど、下がって3九角なんだ。どういうことこれ、ん？これ死んでそうだけど死んではないの？マジ瞬間、マジ瞬間25系でこれで角取れば角取るよってことよね。ほえー、まあ25系で角取り合いになるんか。さすがに角取り合いになると思うんだけど、で25飛、あ角桂さばけたね。こうなると多分さばけたね。なので例えば避ける手は、避ける手はありそうなんやけど、
車です。まあ、桂馬跳ねます。避けた時に、あ、でもこうなると桂なるが入るんか。これが次飛車なる見せるんで忙しいのか。こうなったら角が逃げ、角が救えたな。あー、これはこっちの方がいいわ。これは右玉有利ですね。あ、そんな変化あるんだ、勉強になるな。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、角換わり右玉対腰掛け銀の戦いやってきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の右玉の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。